ご視聴ありがとうございます。今回は、発売中止になった、幻のファミコンゲームについて、ご紹介させていただきます。個人ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。発売中止になった、幻のファミコンゲームたち。ファミコンには、告知されながらも、発売されることがなかったファミコンソフトが、多数存在するんだ。ファミコン雑誌の新作カレンダーを、眺めながら、お気に入りゲームの発売日を、ワクワクしながら待っていたあの頃、いつまで経っても発売未定欄に、名前が載っていて、いつの間にか消えていたゲームがあったのを、覚えているユーザーもたくさんいただろう。中には、攻略記事や広告まで掲載されていたのに、最終的に発売中止になってしまったゲームソフトも、少なくないよね。そんな、幻のファミコンゲームたちを、ご紹介させていただきます。最初の幻のファミコンゲームは、東芝 EMI が制作した、坂本龍馬だよ。この作品の広告ポスターの、コピーは、今、すべてのファミコンソフトの頂点に立つ、ヒストリー RPG の登場。時は幕末の激動の時代、日本は革命期を迎えていた。坂本龍馬、勝海舟、勝中五郎、西郷隆盛、新時代への原動力となったのは、男たちの熱く燃える志だった。龍馬は新しい日本を、作るため全国を旅し、人と出会い、剣術を磨き、試練や幸運などの人生経験を、積みながら成長していく。さあ、新しい日本を、作るために立ち上がれ、現代の龍馬たちよ。というもの、この作品は、あの幕末の志士、坂本龍馬を題材にした RPG だよ。1980年後半に制作され、某ファミコン雑誌に掲載されるなど、ファミコンユーザーがワクワクしながら発売を待っていると。申し訳ございません。発売中止になりました。そして告知された、ワクワクプレゼントというキャンペーンでは、抽選で500名に、龍馬スクープビデオなるものが当たったらしいが、一体何が映っていたのだろうか。龍馬、心差し仲間で倒れる。次に紹介する幻のゲームは、イマジニア制作の、ドタくんの冒険ロマン。ドタくんの冒険の広告コピーは、こちら。アクションアドベンチャーロマンの、ドタくんの冒険ロマンが登場。歩く、走る、飛ぶ、泳ぐ、それに変身アイテムがいっぱい登場するよ。ドタくんのはちゃめちゃ、救出大作戦、近日発売予定。というもの、ゲーム内容は、バイオテクノロジーの権威、バタ博士が蘇らせてしまったバイオモンスターを、なぎ倒し、最終ステージのラスボスと、対決するアクションゲームだよ。発売前にファミリーコンピュータマガジンで、攻略記事まで組まれていたんだけど、結局、発売中止に。ドタくんにこのゲームは、救出されなかった。次に紹介する幻のゲームは、アスキー制作のダンジョン放浪記。ダンジョン放浪記は、なんとあの大手映画会社の日活と、アスキーの夢のコラボレーション企画なんだ。時代に先駆けてメディアミックスを展開した、日活とアスキーの渾身の作品。ここで、ダンジョン放浪記の発売ポスターコピーを紹介しよう。なんとダンジョン放浪記が、9月23日に公開される、日活映画、幼女伝説に登場するよ。この映画の物語は、ファミコンソフトを作り続ける天才プログラマーの青年ケイタが、ある日、謎の女性からのパソコン通信を受けることに。美しい彼女に心惹かれていく、ケイタだが、しかし、彼女はすでにこの世の人ではなかった。ファミコンソフト、ダンジョン放浪記の制作に、苦闘する青年たちの青春を、描きながら、死んだ美女の謎を追う青年。そして美女の霊と、青年の悲しいほど美しい愛を、描いた青春のカルトミステリーがここに、誕生する。というもの、さらにポスターのコピーは続く。実はダンジョン放浪記は、日活と強力なコラボを、実現し、映画の中に出てくる開発ルームは、アスキーの実際の開発ルームが、モデルになっているよ。映画、幼女伝説は、9月23日より全国一斉公開予定、ダンジョン放浪記もお楽しみに。配給は、シネゴッポミカ、制作は、あの日活だよ。というもの、またさらにポスターのコピーは続く。というわけで幼女伝説にも、登場しているダンジョン放浪記は、今までの RPG とは一味違う。他に類を見ない多彩なアイテム、さらに、自分が今まで歩いてきたところまでを、自動的にマップ化してくれて、煩わしいマップ作りから解放され、君はダンジョン探索に集中できるよ。さらに、ゲームするたびに新しくダンジョンが作られるから、君は飽きることなくいつでも、新鮮な気持ちでプレイできてしまうんだ。本格的な RPG でありながらも、ポップな感覚。僕らはこんな RPG を求めていた。そんなダンジョン放浪記は、新春発売予定、価格は、6500円。というもの、作品内容は、ゲームをするたびに新しいダンジョンが作られるなど、後の不思議のダンジョンのような斬新なシステムだったんだよね。これだけ発売ポスターで盛り上げておきながら、結局、申し訳ございません。発売は見送らせていただきます。ちなみに映画の幼女伝説88は、ロマンポルノの巨匠である田中昇監督、最後の映画作品なんだ。映画は、無事上映されました。謎の美女役は、沖縄美さんです。次に紹介する幻の、ゲームは、幻獣創世記、制作は、日物。幻獣創世記は、1990年4月に、発売予定の、幻獣を操作して地球を、支配することが目的の、シミュレーションゲームだよ。広告どころか店頭 PR 用の、ビデオも制作され、そろそろ発売かと、ゲームファンが楽しみに待っていると。残念ながら、発売は中止になりました。ということで日本では発売中止になったけど、
海外版の幻獣創世記は、無事に発売されたよ。日本では、発売タイミングが悪かったのかな？次に紹介するゲームは、モンスターパーティー。モンスターパーティーは、発売はバンダイ、そして開発元は新生、発売予定は、1989年。ゲーム内容は、パロディワールドに迷い込んでしまった少年が、モンスター相手に大活躍する、パロディホラーアクションゲームだよ。この作品は、海外では発売されたんだけど、残念ながら日本での発売が、実現しなかった作品だよ。迷い込んでしまったのは少年だけでなく、モンスターパーティーも。次に紹介する幻の、ゲームは、あの大物漫画家が、キャラクターデザインに携わった、ラブクエスト。制作は、徳間書店インターメディアだよ。ゲーム内容は、冴えないサラリーマンが、婚約者を探しに渋谷や、新宿などをさまよい、敵を倒す代わりに、女の子を口説くという設定の、パロディ RPG。戦闘が変わっていて、ゲームの敵キャラはすべて女性なんだよね。ゲームの攻略は、アクセサリーなどアイテムを駆使して、女の子を口説き落とすというもの。斬新な RPG だね。キャラクターデザインは、少しアダルテな漫画で人気の、ゆずきひかり先生だよ。おお、ゆずき先生。ゆずき先生の漫画で有名なのは、僕の初体験、エリート競争曲、みんなあげちゃうなどだね。この作品は、キャラクターデザインが期待できそうな作品だね。1994年1月に、発売予定で、ゲーム自体は完成していたんだけど、この頃の家庭用ゲーム機は、ファミコンではなく、すでにスーパーファミコンの時代。今さらファミコンでは売れないな。と判断されて発売中止になってしまったんだ。でも1995年に、スーパーファミコンで発売されました。次に紹介するゲームは、バタバタパニック、制作はバリエ。バタバタパニックは、くの字のバーをうまく利用しながら、謎を解いていくパズルアクションゲームだよ。ゲーム内容は、面数は全部で12あって、アークという宝物を探し出すのが、目的だったらしく、画面は1画面構成で、どことなく古き良き時代の、ゲームを彷彿とさせるよ。ゲームはなぜか、奈良からスタートするんだよね。なぜ奈良だったのかは知る由もないけど、やがて舞台は地球から月へと、移っていくスケールの大きな作品だよ。そして、主人公の名前は、ルークス・カイマン。ギリギリのネーミングだね、ルーカスさんに怒られそう。ちなみに、制作を担当したバリエという会社は、エキサイティングラリーというゲームを、発売していた科研というメーカーが、社名変更してバリエになったんだ。そのバリエという会社も、もう存在しない。株式会社レイアップに、吸収されました。次に紹介する幻の、ゲームは、あのアイレムが制作した、ゲオポリテック島における国家攻防論。ゲーム内容は、ゲオポリテック島という架空の、島の王様になって、島を統治するシミュレーションゲームだよ。ゲオポリテック島における国家攻防論という、お堅いネーミングから、ディープなシミュレーションゲームファンを、狙って制作されたが、結局、日の目を見ることなく、発売中止に。あらー、シミュレーション好きな子弁としては、プレイしてみたかった作品だね。次に紹介する幻の、ゲームは、少年魔術師インディだよ。制作は IGS。少年魔術師インディは、双葉社のゲームブックシリーズだった同名の、作品をゲーム化した RPG だよ。ゲームは 90% 以上完成していて、1993年12月に、発売を目指して広告や、チラシまでできていたんだけど、結局、発売を断念。少年魔術師インディは、魔法のように消え去ってしまった。次に紹介するゲームは、アイレム制作のレジェンドオブヒーロートンマ。この作品は、1990年10月に、発売を予定されていたアクションゲームで、もともとはアーケードでリリースされていた作品を、ファミコン用に移植する予定だったんだ。当時人気のファミコン雑誌である、ファミコン通信で、読者プレゼントにもなったんだけど、結局、発売中止になってしまった。読者プレゼントは、発送を持って返させていただきます。その後 PC エンジンで、レジェンドオブヒーロートンマは発売されているよ。次に紹介する幻の、ゲームは、これもアイレムの人気キャラ、ゲンさんのクイズトライアスロンだよ。ゲンさんといえば、当時アイレムの看板キャラクターの一人だった、大工のゲンさん。このシリーズは、第2作まで発売されており、この作品はシリーズ第3弾の、クイズゲームとして、1994年1月に、発売予定だったんだ。94年というと、ファミコン最後のソフト、高橋名人の冒険島4が、発売されたのが同年の、6月ということで、かなりファミコン末期のゲーム企画ということもあり。やはり今さらファミコンで発売しても、厳しいのでは。と判断したのか、発売中止になってしまった。無念。その後は、ゲームボーイなどでシリーズ化されているよ。次に紹介するゲームは、オフザーケンだよ。徳間書店が制作。オフザーケンなゲームタイトルだね。広告ポスターのコピーは、以下のようなものだった。たまげた奴らがやってくる、オフザーケン。空前絶後、報復絶頂、こいつかまいったぜ、とんでもない奴らが大冒険を、始めたぞ。パーティーには、剣士や魔術師に紛って、力士に、マルサミ女子高生。待ち受ける敵も当然一筋縄じゃない。おなじみのあの RPG スタイルで、展開する波乱万丈の、ストーリー。一体何が起こるのか、この面白さは、やってみなくちゃわからない。というもの。やる気満々ですね。オフザーケンは、わずか1ドットのスライムや、すねから下しか見えない巨人など、奇想天外な敵キャラや、女子高生、力士、マルサなど、個性豊かなキャラクターが、次々と登場する、オフザケ RPG だよ。1991年に、発売予定だったんだけど、開発が遅れに遅れ、気がついたら、
あれもう、スーパーファミコンの時代じゃねえ。ということで、結局、発売中止に。ふざけたタイトルだが、ゲームタイトルをローマ字で読むと、おふざけん。なんかかっこいいゲームタイトルに。ゲーム自体が、波乱万丈のストーリーになってしまった。おふざけん。次に紹介する幻の、ゲームは、あのトム・クランシーの大ヒット映画レッドオクトーバーを、終え、のファミコン版、そして制作はアルトロン。この作品は、1993年に、発売予定だったシューティングゲームだよ。この作品の広告コピーでは、激しいミサイル合戦が楽しめ、海底を感じさせる操作感覚、心地よい緊張感のレッドオクトーバーを、楽しもう。というもの、宣伝文句で、これでもかというくらい、手前味噌に自作ゲームを褒めちぎっていたにも、かかわらず発売中止に。1993年といえば、ファミコンは末期も末期、この作品もファミコンで開発し始めたけど、途中でファミコンの時代は、過ぎ去ってしまい、気がつけば。あれ、もうファミコンの時代終わってね。ということで、発売中止に。でもその後、レッドオクトーバー OA は、ゲームボーイで発売されたよ。次に紹介する幻の、ゲームは、壮大な世界観のスペースオペラ大作、大いなる神々。ソフトウェア工業が制作。広告コピーはこちら。黄金の光は激しい爆発を、繰り返し、怒りを膨張させその輝きは、闇をも貫いた。そして少年の記憶の中に、伝説が蘇ってくる。スペースオペラ大いなる神々、平成3年3月に発売予定。この作品は、名前からして壮大な RPG なんだけど、戦闘では、人工知能機能が採用され、さらに刈り取ったモンスターを、仲間にできるなど、斬新なシステムが実装されていたんだ。おお、ドラゴンクエストみたい、期待できそうな RPG だね。結局は発売中止に。あら。黄金の光のその輝きは、大いなる神々まで貫いてしまった、そしてそのまま伝説に。ここからは、ファミコンゲームが発売中止になってしまった要因について、ご紹介させていただきます。ファミコンには、幻になってしまったゲームが、たくさんあるんだね。でも、今回紹介したのは、発売中止になった一部の、ゲームなんだよね。実はまだ多くの幻の、作品が存在するんだ。なぜこんなたくさんのゲームが、幻のゲームになってしまったの？ファミコンゲームが、発売中止になってしまった大きな要因は、大きく2つあるんだ。2つ？そう、まず1つ目は、ファミコンゲームを製品化するにあたって、莫大な資金を用意する必要があったこと。問題はお金ですか？当時ファミコンソフトを、作るには、ゲームメーカーが任天堂へ、数万本から数十万本単位のゲーム製造の発注を、依頼し、製造費用を全額現金で、前払いしなければならなかったんだ。へえ、現金前払い。そう、その額は、数千万から数億円にも上ったという。正確には、ロムカートリッジの製造前に、全費用の半額を、そして製造後に残りの半額を、任天堂に納める必要があるんだ。ということは、発売前に、かなりの現金が必要ってことですね。そうだね、ゲーム制作には最低でも、3ヶ月から4ヶ月は、かかってしまうし、ゲーム発売前には販促活動も、必要だからね。ファミコンのゲームを発売するには、ゲーム開発費用、ロムカートリッジの製造費用、広告費用など、あらかじめ数億の現金を、用意しておく必要があるんだ。まさに、ファミコンビジネスは、大博打なんだ。へぇ。逆に言えば、それだけのリスクを犯してでも、十分な利益が得られるほどファミコン市場は、魅力的だったってことだね。そしてゲーム発売中止の、原因の二つ目が、ファミコン後期に多く発生した、スーパーファミコンの影響によるものなんだ。スーパーファミコンの影響？そう、例えばファミコンで発売する予定で、開発がスタートしたゲームソフトの、完成が、遅れに遅れいつの間にか時代は、スーパーファミコン一色になっていたというパターンだね。うなしまたの状態だね。ゲームメーカーは、発売を諦めるか、スーパーファミコンに乗り換えるかという、大きな選択を、迫られることに。そもそもファミコンを想定して、作ったものを、そのままスーパーファミコンに、というのは移植費用を考えても、簡単に踏み切れることじゃないからね。清水の舞台から飛び降りる心境だね。そんな様々な事情により歴史の、闇に葬り去られてしまった発売中止ソフトだけど、究極的な魅力を、一言で言うと、絶対にプレイできないということだろうね。まあ、そりゃそうだね。ある意味で、ゲームファンの期待を裏切らない理想の、世界なんだ。プレイできないので、期待を裏切りようがないけどね。だが、幻のゲームには、できれば、プレイしたかった。という、永遠の夢とロマンが詰まっているのである。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。